軽減税率は低所得者対策の本命。公明党の山口那津男代表は11月12日国会内で記者会見し、消費税率を 10% に引き上げる際の軽減税率導入について、恒久的な低所得者対策としての本命だということで、与党としてもこれの導入を目指すと、そしてまた今年の年末の税制大綱でこれについての何らかの結論を出すということを決めているわけですね。今年の年末に基本的な方向性を結論を出すべきだと、この軽減税率の導入の方向性というものを国民に知らしめて、実務的な課題を実施可能な状況にできるような検討を進めていくべきだと、こう考えておりますと強調しました。一方、12日に閣議決定された婚外子の相続差別を是正する民法改正案について、速やかに国会提出を経て、成立を図ってまいりたいと思いますと力説しました。生活再建の見通し示せ。自民公明の与党両党は11月11日首相官邸で安倍晋三首相に会い、東京電力福島第一原発事故災害からの復興加速化に向けた提言を申し入れました。具体的には、除染を福島の復興にとって最重要かつ急務の課題と位置づけ、現在計画中の除染が終わった後の追加除染については国が行う必要があると提案。福島第一原発の廃炉・汚染水対策についても国がより前面に出て対応することを求めています。このほか、帰還困難区域から避難している人に対して帰還の見通しなどを示した上で、希望者が一刻も早く新しい生活に移行できるよう賠償金の早期支払いの完了を主張しました。公明党の井上義久幹事長は、被災者一人一人の生活や住宅再建の見通しをはっきりさせることが極めて重要という観点から提言をしたと強調しました。消費者の信頼裏切る偽装表示。公明党の井上義久幹事長は11月8日国会内で記者会見し、全国のホテルや百貨店などで相次いでいる食材の偽装表示問題について、で、これは消費者の信頼を裏切るものであって、許し難い行為であるというふうに思います。この食品表示法にいわゆる外食を加えるということも検討すべきではないかというふうに思っておりますとの認識を表明しました。フィリピンへ真心の義援金。公明党の山口那津男代表は11月14日都内の駐日フィリピン大使館でアンジェリカ・エスカローナ代理大使と会い、同国中部を襲った台風30号の甚大な被害に対する義援金100万円を手渡し、お見舞いの言葉を伝えました。席上山口代表は、東日本大震災の復旧・復興に対するフィリピンの支援は忘れないと述べるとともに、台風災害の犠牲者に対して心からの哀悼の意を表しました。エスカローナ代理大使は、フィリピン国民を代表して心から感謝しますと述べました。ナイジェリア国連常駐代表が表敬。公明党の山口那津男代表は11月11日衆院第二議員会館でナイジェリアのジョイ・オグー国連常駐代表の表敬を受け懇談しました。新妻秀樹党国際局次長が同席しました。山口代表は東日本大震災の復興に対するナイジェリアの支援に謝意を表明、近年ますます重要になっている両国の協力関係をさらに深めたいと述べ、常駐代表の来日を歓迎しました。中国残留邦人が謝意。
日本に永住帰国した中国残留邦人らは11月12日、首相官邸に安倍晋三首相を訪ね、中国残留邦人支援法改正案の国会提出を前に謝意を表明しました。同改正案は、永住帰国した残留邦人が亡くなった後、残された配偶者が自立するための支援金新設などが柱。与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームの漆原義雄座長代理は、配偶者の皆さんが元気に健康に暮らしてもらい、日本を温かい国と思ってもらえるよう尽力したいと訴えました。学生と懇談会を開催。公明党の山口那津男代表は11月12日、党本部で開かれた党学生局主催の首都圏学生懇談会に参加し、公明議員に遠慮なく相談をと挨拶しました。首都圏の大学に通う20人の学生が参加し、グループに分かれて懇談。奨学金や海外留学、就職など学生生活で直面するさまざまな意見を中野博雅党学生局長らに訴えました。党学生局では今後、こうした懇談会を全国各方面で開催することにしています。性同一性障害の団体が要請。日本性同一性障害とともに生きる人々の会の山本蘭代表と福田理沙さんは11月14日法務省で平口博史大臣政務官に会い、性同一性障害特例法の再改正などを要請しました。席上山本代表は、同法で性別変更が可能な条件として規定されている現に未成年の子がいないこと、現に婚姻していないこととの条文削除などを求めました。公明党の谷合正明、秋野幸三両参院議員が同席しました。